はい、17時36分の相場解説です。1時間足を見ています。まあ本来でしたらね、朝私が何回も申し上げましたけども、本来でしたらこの形っていうのはこういうふうな形ですよね。なんとかトライアングルって言いましたよね。調べました。この形っていうのは上に抜けるもんなんですよ、本来でしたらね。こういうふうに上に、ところが今回下の方に抜けましたよね。これもあり得るんですよ。この三角形が収束して上か下かどちらかにブレイクする。確かにこの三角形でしたら上にブレイクする可能性が高いんですよね。それが規定路線です、セオリーです。ただし何パーセントかはそうじゃないんですよね。ですんで今回は私は当然ですけども、上に抜けることを予見して、エントリーポイントを探っていたんですけども、下に抜け始めたんですぐにその考えを改めて売りで、入りました。でですね、1時間足をちょっと解除して、ある方に説明したんですけども、下にブレイクしたでしょってお話したんですよ。で、その方は上に抜けることだけを考えていたんで、これには気づかなかったって言いましたけども、そうなんですよ。上に抜けない場合は下に抜けるんですよ。だから下にブレイクを確認したら、そこから入ることなんですよね。じゃあどこまで入るのか、どこまで利益が見込めるのかってことなんですけども、4時間足を見てみましょう。ここなんですよ。4時間では、ゾーンってものが、4時間のゾーンがありましたね、ここ。左側見ていただくと、ここにもじゃもじゃがあって、これがゾーンですよと。で、こういう風になってきて、V の字を全体で書いたでしょってことをお話しましたよね。ということは、ここからですね、上に抜けない、N を書いて上に抜けないんだったら、今度は落ち着く先は、この黄色いゾーンのとこなんですよ。ですんで、この Y の字のところで止まるよっていう風にお話しました。さあ、それでですね、これが今の4時間足です。どうですか？このゾーンのきっかけ、このね、ここがゾーンの見極め方ですよ。力点があって、そこからこの力点を出してドーンと下がったわけですよ。で、今度はこのゾーンをぐーっと横に伸ばすと止まる点があるんですよ。止まる点、力点がこれ。力点ね。でしょ？そうなると、今度は下から帰ってきた時に、ここで必ず止まるんですよ。止まったじゃないですか。で、抜けたのかなと思って、抜けてるんだったら大きく上抜けるはずなんですけど、抜けない。下に降りてきた。じゃあ下に降りてきたのがどこで止まるかっていうと、ゾーンのとこですよね。だからここで、テイクプロフィットすればいいわけですよ。だから今日もね、大きな利益が取れてると思います。で、この後、もうこっち、三角形ができちゃったんで、この後はね、下に下がる可能性があります。でも継続して上昇する可能性もあるんですよ。ただ一旦ここで、もうポジションを離してですね、どういう風になるのか、事の成り行きを見ていきましょうっていうのが私の考えです。まあ今日もね、例の三角形から逆目を張って、利益を出すということ。そして、どこで止まるのかなっていうのは、上位の時間軸を見る、4時間の足を見てですね、4時間にはこうやってゾーンが引かれてるわけですから、ここで、テイクプロフィットをして店じまいをすればいいということですね。まあ、これでね、7万弱今日は取れたということでございます。今日という日もやっぱりね、利益取んないとダメですよ、やっぱり私の相場解説見ていて、今日のはねすごく大きな教材になったと思ってくださいね。セオリー通りにいかなかった時でも、きちんとそのセオリー通りにいかない時にどうするも用意しておくということです。以上です。